こんにちは、金黒です。iPhone のバッテリー残量が少なくなった時にやってること、そんなお話です。最近山歩きにハマってて、山歩きしながらアクションカムやドローンで撮影するアクションカム&ドローントレッキングのビデオブログをもう一つの金黒とスナップストーリーズでご紹介しています。その際にたくさんの機材を持ち運ぶんですが、アクションカムが2台に、ビデオカメラが1台、ドローンが1台と、そのドローン用のバッテリーが4つ、そして iPhone、iPad をリュックに背負って山歩きしています。それだけの機材を持ち運ぶと、モバイルバッテリーを持って行ってはいるものの、やはりバッテリー不足になりがちです。昨日の Amazon プライムデーで、このリュックにつけるこういうソーラーパネルも購入しましたが、それでも多分バッテリー不足になりがちだと思います。さらに昨日は山歩きした後飲み会があったので、帰ったのが夜11時頃になっちゃって、朝から深夜まで一日中外にいてると、やはりモバイルのバッテリーがどうしても少なくなっちゃいます。特にiPhone は連絡用にずっとバッテリーなんとかしたいので、それで今回私がやっている iPhone のバッテリーの節約法をご紹介します。 iPhone でバッテリー結構食ってるのが位置情報で、位置情報を使って天気予報だったり、お店の情報だったり、友達を探すなど、いろんなアプリで位置情報が使われていて、その GPS 機能が働くと結構バッテリーの消費が激しくなります。位置情報の設定を変えるのは結構簡単で、設定をタップして、その中のプライバシーをタップします。一番上の位置情報サービス、今私もオンになっていますが、これをバシッとオフにする方法もあります。ただ全てをオフにせずに、下の方のアプリごとの設定を変えてあげるっていうのもありだと思います。使用中のみに位置情報を使うのと、あと常に位置情報を使う、この設定を変えれるので、ここで調整する方法もあります。あんまり使ってないアプリは常に位置情報をオンにしておく必要はないと思います。あんまり行ったことがないところで位置情報をオフにすると不安かもしれませんが、もう場所が分かっている場合はこの位置情報で調整すると、結構バッテリーの持ちが変わってきます。もう私はもうかなりバッテリーがなくなってきて、もう今の居場所が分かるときはこの位置情報をオフにして、ちょっとでもバッテリーの持ちを長持ちさせるときがあります。位置情報をバシッとオフにしちゃうと、またバッテリーを充電した後オンに戻す必要があります。それが面倒な場合は、このアプリを使用中のみオンにするっていうのも有効だと思います。その他ではスポットライト検索や Siri をオフにしちゃうっていう方法もあると思いますが、スポットライト検索や Siri は運用で使わなかったらいいだけなので、私自身はそのあたりはオフにして設定していません。 iPhone は主に仕事で連絡を取るのに使ってて、電話、メール、LINE が中心で、他には Apple Watch で Apple Pay を使う母艦として iPhone を使っています。それ以外のアプリはできるだけ iPad に負担してもらっているので、ブラウジングなどはほぼ iPad を使っています。やはり2台使うとバッテリーの消費が少なくなると思いますので、 iPhone と iPad の2台持ち、これで外出することが多いです。ガジェット関連の動画の多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。